海上自衛隊が世界に誇る潜水艦や P3C 哨戒機、B1 哨戒機護衛艦の偵察能力ですが、単独で活躍するだけではありません。多くのデバイスと協力して任務に当たっているのです。今回はこの探知能力について詳しく見ていきたいと思います。実は中国の原子力潜水艦なら即発見できるそうですよ。防衛省は2020年6月20日日群島トカラ列島と奄美大島の間にある海峡の狭い接続水域を国籍不明の潜水艦が航行したこと、その潜水艦が太平洋から東シナ海に向けて海中に潜んだままで通過していったことを発表しました。この潜水艦が通り抜けた海峡は、トカラ列島と奄美大島の領海の間の幅が 10km ほどしかない非常に狭い海域です。位置的にも当然のことながら、日本の接続水域内ということになります。実は、中国は4年前の2016年、平成28年に海軍の艦艇をトカラ海峡に侵入させたことがありました。日本は当然、領海侵犯として中国に抗議したのですが、トカラ海峡は国際法上の国際海峡である。航行の自由が認められている海域だから、日本の領海侵犯には当たらないと一方的な主張を述べるだけで、中国は領海侵犯の事実を認めようとはしませんでした。日本における国際海峡は、一宗谷海峡に津軽海峡と対馬海峡の三あずま水道、及び四西水道五大隅海峡の5つです。これらの海峡は、日本の領海法で公海と認定しているものなので、国連海洋法条約で定義されている国際海峡ではありません。日本が国際海峡と宣言して、他国の船舶が航行できるようにしているのです。そう考えると、狭いトカラ海峡が国際海峡であるという中国の主張は、全くもって的外れと言えましょう。最近、年中行事と言わんばかりに、中国海軍の潜水艦と思われる艦艇が、南西諸島のあちこちで、日本の接続水域や排他的経済水域を海中に、潜ったまま、通り抜けるという事件が多く発生しています。類似の案件で、記憶に新しいところは、2018年1月の事件では、ないでしょうか。尖閣諸島の接続水域を潜航していた093型原潜と思われる潜水艦が、海上自衛隊に追跡された挙句、東シナ海の公海上で浮上し、中国国旗を掲げて逃げ去ったという案件です。遁走した原潜は、海上自衛隊に発見されて以降、ずっと逃げ回っていたようです。なぜ、そんな海域にいたのかという理由ですが、尖閣諸島の領有を主張するための行動ではないかという見方がありますが、軍事筋などによると、海自の対潜哨戒ヘリや護衛艦、タブー潜水艦からも、2日間にわたり、アクティブソナーを受け続けたことに耐えかねて、やめぐなく浮上したものだろうと推測されています。中国原潜がアクティブソナーの洗礼を浴びたのは、この時が初めてでは、ありません。
16年前の2004年、平成16年にも発生していたのです。この時は、091型艦級原子力潜水艦が、石垣島の領海を侵犯した事件でした。当時、海上警備行動が発令され、この潜水艦が、上海沖に逃走するまで、追いかけました。中国側は、しぶしぶと、訓練中の技術的な原因により、間違えて石垣水道に侵入してしまったと、審判を認めた上で釈明したそうです。ご存知の通り、それ以降も、中国潜水艦の接続水域侵入は続きました。海上自衛隊は、沖縄本島うるま市のアメリカ軍ホワイトビーチ基地内の、海上自衛隊沖縄海洋観測所を拠点とする潜水艦探知音響システムを配置、活用しています。同時に、水中を潜航する潜水艦の動向を常時、監視していると言います。このシステムは、海底にケーブルを沈め、数十キロメートルごとに水中聴音機を設置して、通過する潜水艦から発信される音を探知するばかりではなく、音紋や磁気データなどの収集も可能ですから、艦首だけでなく個別の艦を割り出すこともできると言われています。かなりの優れものという感じがしますね。2020年6月の侵入に対して、防衛省は、哨戒機や護衛艦などが追跡して、情報収集と警戒監視を行ったと発表していますが、侵入潜水艦を発見できたのは、多分、この潜水艦探知音響システム、ソソウのおかげではないかと考えられます。南西諸島付近で活動する中国潜水艦の動向は、ソージャスを使用することで、海上自衛隊とアメリカ海軍によって常時監視されていると言っても、過言ではありません。このシステムは、東西冷戦時代には、ソ連の潜水艦探知のため、津軽海峡や、対馬海峡などに設置されていたそうです。冷戦時代が終わり、日本とアメリカ共通の仮想敵国は現在中国となりました。このシステムは前述の通り南西諸島で活用されていて、最近では、下北半島から北海道道東までのケーブルが設置され、運用もスタートしているそうです。海自の潜水艦探知に関するテクノロジーは日々開発が進行中で、水中電解センサーや熱感知センサーなどがすでに実用化されているのではないかとも推理されているそうです。熱感知センサーですが、源泉の原子炉冷却排水は周囲の海水温よりも高温ですから、その熱を感知すると潜水艦の存在がわかるはずです。また、通常動力潜水艦のスクリューによって生じる温度差も感知可能と言われています。そして水中電解センサーです。この開発によって、海底設置型水中電解センサーが、すでに稼働を始めていると推測されています。艦艇や潜水艦が海水に接する部分には、舵やスクリュー、アース板などの、金属があります。これらの金属が、艦内と電気的に接続されている場合、艦内に流れている電気が、海水に電流として流されることになるので、艦艇や潜水艦の周囲に水中電解が発生します。
ちなみに、この水中電解については、船体から磁気を消す作業を施した。潜水艦であっても、海中を潜航すると、わずかな磁場が発生するので、磁気を隠すことは不可能と言われています。この水中電解を捉えるセンサーが水中電解センサーです。特別な装置も、必要なく、ケーブルそのものがセンサーになるので、その進歩は、目覚ましいものがあります。潜水艦探知音響システムなどの、音響探知システムと併用して、総合的に潜水艦の探知に、使用されている可能性は高いようですね。中国海軍は2018年に国旗を掲げて浮上せざるを得なかった093型。原子力潜水艦の後継艦として095型攻撃型原子力潜水艦の開発をスタートしたと見られています。095型は093型と比較すると、キャビテーションノイズがかなり低減すると期待されているそうです。キャビテーションノイズというのは、物体が航行すると気泡ができますね。それが、原因の音響信号のことです。このノイズが減れば敵に、探知されにくいということになりますね。中国としては、ノイズを減らせばレーダーに引っかからないと、たかをくくったのかもしれません。しかし、前述の潜水艦探知音響システムや水中電解センサーを併用すれば、何ら問題なく、中国船内の探知は可能と思われます。中国がしつこく南西諸島の日本の接続水域に出現する理由は様々な目的があると推測されるのですが、その一つは日本の潜水艦探知能力を探るためという指摘があるそうです。自分たちを追跡する相手の能力を調べるのは当然といえば当然ですが、真心にも敵を知り己を知れば、百戦危うからずと言ってますしね。日本の自衛隊設立の目的の一つは、東西冷戦の中でソ連への防壁という意味がありました。北方領土に礼を取るまでもなく、万が一北海道に侵攻された場合の防衛戦略が重視されてきたのです。しかし、近年は、その相手が、ソ連から中国に変わりました。北の防衛より、中国がちょっかいを出してくる東シナ海の島嶼防衛が喫緊の、課題となってきたのです。陸自の海兵隊といえる、水陸機動団が新設されて、着々と整備が、進められていますが、中国への抑止力になるまでには、まだまだ時間が、かかりそうです。ということは、潜水艦探知システムが中国海軍への、抑止力となる可能性は、十分高いと思われます。
何を恐れているのか中国政府。今、台湾南部に展開している。米原子力空母セオドア・ルーズベルトへの威嚇行為が行われた。その時セオドア・ルーズベルト空母に何が起きているのか。詳しく見ていきます。中国も台湾と尖閣を同時に仕掛けてくるかもしれません。その時では手遅れになります。もう現実問題待った、なし状態です。大陸の中国が台湾に向けた軍事的なしい行為を繰り返すのは、もはやあるし、聞き慣れ見慣れた行動かもしれないが、2021年に入り、その姿勢はさらに、激しくなっているように映る。1月23日、24日の両日にわたって、中国軍の戦闘機や爆撃機などが台湾の防空識別圏への侵入飛行を繰り返しており、これは政権交代を迎えた。アメリカの出方を伺うものとも言われている。折しもアメリカ海軍の大型原子力航空母艦のセオドア・ルーズベルトがフィリピン方面から台湾の南方沖にあたる南シナ海へ向けて航行しており、これを威嚇する意味もあったようだ。今回確認されたのは、中国軍の J16 や SU-30 などの複数の戦闘機や H6 爆撃機、Y8 戦勝回帰などだが、かつて1995年から翌年の第3次台湾海峡危機で引き下がった中国の姿がもうない。その当時であれば、アメリカの大型原子力航空母艦の中国への接近になすすべがなかった中国だが、今や J16 や SU-30 などの戦闘機には様々な空対艦巡航ミサイルを実装しており、自信を深めているかのようだ。そのため、今回中国軍は、セオドア・ルーズベルトを標的と定めて、前述の戦闘機や爆撃機からの空対艦ミサイルによる飽和攻撃を、シミュレーションしたとの見方も出てきている。無論、セオドア・ルーズベルト側でも、常時哨戒活動は継続しており、不測の事態に備えて、複数の艦載機が警戒に従事した模様だが、従来のような存在するだけでの威圧感は低下したのは事実だろう。こうした現場での中国軍の行動と呼応して、中国国防省の報道官は、1月28日に行われた記者会見で、台湾の独立を唱える勢力とは戦争も辞さない旨の発言を行い、強硬姿勢を貫こうとしていることが見て取れた。香港に約束していたはずの一国二制度を法具にし、事実上、中国共産党の直の支配下に吸収した中国は、そもそも自国領の一部だと唱える台湾に対して、何の遠慮もいらぬとばかりに振る舞い出した。人口約2400万人の台湾と約14億人を要する中国とでは、仮に中国が台湾を併合しようとしたところで、経済的な規模や資源といった分野では、実質的にあまり、利点がないと映るかもしれない。しかし、政治的には、正当な中国の祖国統一という大目標を達成することになり、第二次世界大戦以後の二つの中国に追従支符を打つことで、中国国内の求心力の拡大に大きく寄与するものといえる。そして、また軍事的には、南シナ海や東シナ海に続き、
西太平洋から太平洋全域を視野に入れた勢力圏の拡大が予想され、アメリカに抑えられている。同海域への積極的な進出が加速する恐れがある。2020年11月のアメリカ大統領選挙においては、トランプが中国との対決姿勢を明確に打ち出していたのと比べれば、下馬評でのバイデンは、中国寄りな人物との見方が大勢を占めていた。アメリカ大統領となったバイデンは、1月23日に声明を出し、そこでは、現在の台湾政権への支持と中国が行うし、異行為に関してこれを牽制する姿勢を示し、トランプ路線の継承が感じられた。ここまで中国があからさまな台湾への圧力を強めてきたのは、遡れば実は、昨年2020年の9月以降からだったのではないかと、中国軍機の台湾の防空識別圏への侵入の様子からは感じられる。大陸の中国と台湾は、約 100km ほどの幅の台湾海峡を隔てているが、中国共産党との国境内戦に敗れた台湾へ逃れた蒋介石の国民党政府は、台湾海峡のほぼ中央に中間線を設定した。この中間線は、おおよそ国際的な取り決めなどに準拠したものではないが、台湾が中国軍の侵入を攻撃だと見さすか否かの判断にこれまで用いられてきており、台湾側が引いた防衛線と言える。これを超えて、中国軍が台湾側に侵入する場合、それを台湾側は迎撃するという言いわば目印であり、2020年9月までは中国軍も、そこを踏まえて、あえて、そうした行動は控えていた状態だった。それが、2020年9月18日に、ほぼ50年ぶりに、中国軍の航空機8機が、中間線を越えて台湾側に侵入。翌19日にも19機が侵入するなど、一気に行動をエスカレートさせたのだ。同時期に、中国軍は、東シナ海、南シナ海、黄海、渤海の4海域でも大規模な軍事演習を挙行し、台湾のみならず、周辺国への威圧をこれまで以上に強硬に行っており、日本でも大きく報じられた。中国がこれまでより一段とギアを上げて台湾と対峙しだした背景には、台湾を攻撃し占領するために大規模な上陸作戦を敢行する能力を急速に整えつつある点もあるのかもしれない。2020年8月にテスト公開したばかりの075型強襲揚陸艦が、すでに3番艦も2021年1月に進水したと報じられ、さらに追加で5隻の建造と次級の強襲揚陸艦の構想も進められている状態にあるからだ。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2020年6月18日、日本の接続水域内、鹿児島県奄美大島の北東で、潜航する外国の潜水艦を発見したというニュースがありました。発見したのは、海上自衛隊の P1 哨戒機や P-3C 哨戒機、護衛艦、加賀、などです。外国の潜水艦が接続水域内を潜ったまま通過するのを確認したのは実に2年半ぶりのことだったそうです。どの国のものなのか、目的などについて防衛省は、日本側の探知能力に関わるものであるから公表できないとして、何も発言していませんが、政府関係者によると、おそらく中国海軍の潜水艦とではないかという見解があるそうです。ここで、よくニュースに登場する接続水域について説明しましょう。接続水域とは、その国の領海、領土から 22km の外側で、かつ、領土から 44km の範囲を指しています。その地域から先が、排他的経済水域。EEZ、エクスクルーシブ・エコノミック・ゾーンと呼ばれる水域です。潜水艦が、領海を航行する場合には、海面まで浮上し、国旗を立てなければなりません。つまり、領海では潜航は禁止されているのです。領海内では漁業も行われていますから、安全を考えれば存在を明らかにするのは当然ですよね。しかし、接続水域内では潜航することが認められているそうです。今回は、日本の領海ではなく、接続水域ですから潜航するのは、禁止はされていません。とはいえ、領海の鼻っ端をこっそり、往来されるというのは、なんとなく不愉快な思いはしますよね。この事態に、海事の元潜水艦艦長である元潜水艦艦長がインタビューに答えてくれました。元潜水艦艦長は海上自衛隊の元海将で、潜水艦、林尾の艦長などを務めた経験豊富な方です。現在は、金沢工業大学虎ノ門大学院で教授の職にあります。彼は、この潜水艦は中国籍に違いないでしょう。人間一人一人に、それぞれ指紋があるように、潜水艦にもスクリュー回転音などの、音紋というものがあります。同じ、音紋はありませんから、潜水艦の指紋とも言われます。詳細は話せませんが、海上自衛隊は、そういう情報をすべて持っています。つまり、音紋を調べると、潜水艦の名前も国籍も判明するのです。今回の、相手、中国は、自分たちが日本の海事に捕捉されているということは重々わかっていたはずです。それなのに、あえて接続水域を潜航するというのは明らかに意図がありますね。
海自の探知能力を試そうと考えていたのでしょう。中国は習近平主席による独裁体制が確立して以来、愛国心を高揚させるため、軍の主導によって対外的な強硬策が取られるようになっています。たびたび緊張が走る尖閣諸島での行動もその一つですが、実はこれも去年から動きは始まっていました。こんな風に平時においても様々な動きをして相手と抑止力をぶつけ合ったり、睨み合いをしているというのが現実ですと話してくれました。ちなみに中国は2019年時点で60隻以上もの潜水艦を保有していると言われています。さすがは軍事大国中国と言うべきでしょうか。この数は日本の保有数を大きく上回っています。前述の元潜水艦艦長は数だけの比較で見れば、確かに海上自衛隊は中国に追い越されています。しかし問題は潜っている潜水艦を発見する能力の違いです。現在はアメリカ海軍が世界トップですが、1990年代、平成初期までは、海上自衛隊が世界で一人勝ちのような状態でした。海自は横須賀基地のアメリカ海軍第7艦隊と一緒に訓練をしていましたから、アメリカに引っ張られるようにして、能力がアップしていったのです。それにプラスして P3C 哨戒機を100機揃えたことで一気にレベルが向上しました。一例ですが、私は1998年、平成10年にハワイ沖で行われたRIMPAC 環太平洋合同演習に日本代表として参加しましたが、潜水艦林をたった一隻でアメリカを含めた艦隊を全滅させることができました。現在対潜水艦戦技術に関しては、イギリス、フランス、ロシア、中国も、いまいちです。イージス艦の能力とミサイル防衛の能力については、日本とアメリカだけがダントツに優れています。だからこそ、アメリカは海自に対して、世界で自分たちと一緒にやっていけるのはお前たち日本だけという態度です。アメリカが日本と強く結びついている状態を中国海軍政府が強く意識しているということでしょうねとも語ってくれました。これも防衛省関係のニュースでよく登場する単語ですが、RIMPAC。RIMPAC、環太平洋合同演習というのは、アメリカ海軍の主催により、ハワイ周辺海域で行われる各国海軍の軍事演習のことです。日本の海上自衛隊は、1980年、昭和55年、から参加しました。元潜水艦艦長が参加した1998年のRIMPAC には、日本、アメリカの他に、オーストラリアと韓国も参加しています。では、
ここ最近の外国艦艇の行動に関しての発言を紹介します。中国潜水艦の潜航を受けた河野太郎防衛大臣は、自衛隊に緊張感を持って、情報収集にあたり、領海領空の警戒や監視に万全を期すように、と、指示しました。このような外国との緊張をはらむ関係については、広報戦略の一環として、わざと国内外に知らせることもあるそうです。この活動の課題について、再び、元潜水艦艦長の意見を伺いましょう。元潜水艦艦長は、私は、2001年の同時多発テロ 9.11 前後に、ワシントンで駐在武官をしていました。当時アメリカでは、エムベド、記者などが従軍すると言葉があり、戦場に記者を同行し、軍の動きをありのままに見せるということがありました。私は、こういう時代が来たと感動しました。その後、自衛隊の広報室長の職も務めました。しかし、日本のお役所というのは、なかなか固い部分が多くて、記者などの、外部の人間に情報を提供したり、実態を見せるというのを、回避したがるようでしたね、と語ってくれました。つまり、一般国民に国防に関わることを教えるのは難しいというよりも、教えたくないという雰囲気が強いのではないでしょうか。とは言っても、海で働く人たちは、海上自衛隊や海上保安庁の職員だけではありません。漁業関係者のみならず、観光客を、相手の商売をしている人も、たくさんいます。そのような人たちを含めて、多くの人々に日本が抱える、対外的な課題を知ってもらうことは必要ではないでしょうか。そのためにも、防衛省や国の機関は情報を、広く公開してもらいたいと思うところです。オス、案内役の東条朝香です。今日も元気に。今回も気になる記事を見つけました。南シナ海での水蒸気爆発。もしや原子力潜水艦が海底で爆発したのではないかとの発表もあり、ニュースとなっています。これに対してネットの反応も伝えていきますね。スプートニクからの記事を時系列で読み上げていきます。
11月22日11時頃、米海軍の駆逐艦は20から21日、中国が領有権を主張する南シナ海の海域近くを航行した。ロイター通信が米軍報道官の話をもとに報じた。第7艦隊報道官は、中国の過剰な権益の主張に対抗する航行の自由作戦を行うために、駆逐艦がパラセル諸島とミスチーフ礁の海域を航行したと語った。中国空母、遼寧。中国初の国産空母、科学調査実験と訓練のため南シナ海へ向かう。中国は、パラセル諸島やスプラトリー諸島、スカボロー礁をめぐって、ブルネイやベトナム、マレーシア、フィリピンと領土紛争を行っている。2013年末以降、中国政府は、これらの島々で、人工島の建設や、これらの地域の拡張、開発に関する大規模な治水、建設作業を行っている。米国と日本は、海軍基地や軍用飛行場への変化を含む、軍事目的で利用される可能性がある陸地の区画を中国が形成しているとして非難している。11月22日18時頃、南シナ海で、TNT 換算で、最大20キロトン相当の水中爆発が記録された。21日、ハルターナーラジオショーが海洋モニタリングサービスの情報をもとに報じた。現在伝えられている情報によると、爆発はモスクワ時間02時22分、日本時間08時22分に約50メートルの深さで発生した。消息筋は爆発後に中国沿岸部と台湾で放射能レベルの上昇が記録されたと主張している。センサーが爆発による強い衝撃波の発生を記録したという。なお、地質調査所は南シナ海の同海域で地震が起こった可能性を排除している。メディアは定期的に同海域にいる米海軍の原子力潜水艦の一つで爆発が発生した可能性があるとの見方を示している。なお、この情報は今のところ公式には確認されていない。11月23日2時頃、ロシア消費者権利保護福祉分野監督庁は、放射能事故に関する発表から、南シナ海地域の放射能環境のモニタリングを強化した。発表では、環境モニタリングのグローバルネットは、この地域で放射能レベルの上昇を観測したことが確認された。機関は、ロシアに対する脅威はないと強調した。以前、巨大水中爆発に関しては、米国のラジオ局、ハルターナーラジオショーが、軍の情報筋を引用して報じた。軍の情報筋が、ポータルサイトに語ったところによれば、事故は、深さ50メートル地点で発生し、その威力は、TNT 換算で、中から最大20キロトンと推測される。情報筋によれば、地震は除外されているという。この地域は、恒常的に、米国の潜水艦が往来していることが報じられている。この規模の爆発が実際に発生していた場合、潜水艦一隻が損害を受けたか、潜水艦が同地域を離れざるを得なくなっていたと指摘がされた。公式には、この情報は確認されていない。それではネットの反応です。仮に、原潜の原子炉事故だとしても、20キロトン級の核爆発は発生し得ない。また、CTBT に署名してる中国が国際法に違反してまでも、公海上で、搭載核兵器の爆発実験を実施するとは考えがたい。そもそもニュースソースが怪しい。本当だったら、沖縄も危ないよね。はっきりした。続報欲しい、南シナ海 TNT 最大20キロトン相当の水中爆発。記録、2019-11-21日、消息筋は、爆発後に、中国沿岸部と台湾で、放射能レベルの上昇が記録されたと、主張、南シナ海で、原子力潜水艦が爆発か。原子力潜水艦が爆発。南シナ海で、
原子力潜水艦の爆発があったようだ。海洋汚染が心配だ。生き物の生態系に影響が気になる。南シナ海で米軍原子力潜水艦が爆発の可能性。誤報だと言いだがや。南シナ海で TNT 換算20キロトン、広島原爆15キロトンより上だが、現代の核にしては小さい数字に思える相当の水中爆発があったようで、米中どちらかの原子力潜水艦じゃないかと。台湾や中国沿岸部で放射線の値が上昇したとか。フェイクであってくれ。今、YouTube で見たが、南シナ海で核爆発らしき爆発があったと。周辺海域では異常な放射線を感知しているらしく、爆発規模は TNT20 キロトン級、震度 50M ということ。この情報の詳細が知りたい。実験なのか暴発なのか？この情報は11月22日午後11時17分 EST 時点です。やはり、憶測は憶測を呼びますね。私も、この記事は気になるところです。実験なのか原子力潜水艦の事故なのかはわからないでしょう。ドローンなども出てきてる状況。海底でのドローンが開発されていてもおかしくないのでは。もっとも、このニュースの詳細が世の中に出てくることはないでしょう。バレたくはないのですから。今日はありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ついに動き出したリチウムイオン電池との組み合わせ潜水艦。そう、流型潜水艦11番艦オウリュウだ。静粛性でも群を抜いてトップとなる。もちろん理解できるだろうが、電気とモーターで音は、ほとんどでないとされる。いよいよオウリュウ潜水艦が海上自衛隊に引き渡された。2020年3月5日のことだ。これで、5基地に向かいつつ訓練を繰り返し、潜水艦自体も鳴らしていく。この時、リチウムイオン電池の威力を知ることになる。潜航時、静止状態では音は出ないだろう。今までの潜水艦よりも一段と静かになる。もう一ついざという時のハイパワーを一気に使うこともできる。それがリチウムイオン電池の特徴となる。まだ日本だけが採用しているこの AIP 機関だが、周辺国でも検討には行っている、いる状況。台湾へも提供などいろんな情報が流れている。台湾にはぜひ、米国の力を借りて、一刻も早く潜水艦を建造してほしいものだ。豪州についてはまだまだ進んでいない。その進まない豪州へ提供できただろう非凡だが、最後の最後で、仏を選んだ豪州には、今後進まない事態へと発展。こんなはずではと後悔か。少し説明していこう。フランスがオーストラリアの原子力潜水艦の建造国に選定されたのが2016年のことでした。この選定には、日本、ドイツ、フランスが参加していましたが、日本とドイツが敗れ、フランスが選ばれたのです。しかし、それから丸3年、
未だに完成していないとは、びっくりしますよね。よほど高性能な潜水艦なので製造に時間がかかっているのとも思われますが、本当はどうなのでしょう。フランスもこれほど時間がかかるとは予想もしていなかったのでしょう。自分たちの技術力を過信していたとは思えませんが、しかしこの原子力潜水艦が完成しないと一般的な通常動力型潜水艦も作れないということが大変なネックになっているのです。というのは、フランスが作る予定の原子力潜水艦の駆動部分を通常動力型の潜水艦に変更するという提案でオーストラリアからの購入を決定したからです。前提となる原子力潜水艦がまだ建造中ということであれば、オーストラリアの潜水艦は後回しになってしまいますよね。A を作り、その A を利用して B を作るという条件なのに、A をまだ作っているはずです途中という事態が発生したということでしょう。フランスもなんだかなと思いますが、もう一方のドイツも凋落が著しいようです。軍事用とはいえ、あの時代に今もバンバン使用しているアウトバーンを建設し、数多くの有料自動車産業を生み出したドイツには、現在稼働している潜水艦は一隻もありません。ヨーロッパ一と言われた工業国なのに、一体どうしたことか、と感じてしまいます。隣国であり、歴史的にも対立、友好関係を繰り返してきたドイツとフランスですが、両方とも何をやってるんだろう？と他人事ながら歯がゆい気もします。フランスが沈黙し、ドイツが下降していったこの3年ですが、この期間に進化した潜水艦があります。それが日本の翁竜潜水艦です。忘れてはいけません。翁竜潜水艦は、そう、竜型潜水艦の中でも最新鋭の艦です。通常動力型潜水艦でリチウム電池を搭載した潜水艦で、昔ながらのディーゼルエンジンと混合ハイブリッド潜水艦とでも表現しましょうか。日本の進化をオーストラリアはやきもきしながら見ていることでしょう。もともとオーストラリアは日本からの購入に傾いていたそうですが、政権が変わったこと、貿易額1位の中国が日本からは買うなと横やりを入れたことなどがあってフランスに変えたと言われています。ところがフランスがなかなか進みませんから、お手上げ状態です。おまけに要望を聞いてあげたはずの中国がオーストラリア近辺で何やら秘密裏に動いているらしいとの噂もあり、焦っているようです。中国の脅威に海底の忍者と称される潜水艦でもって対抗したいのに、膠着状態ではオーストラリアも困り果てていることだろうと推測されます。オーストラリアの次回の選挙で政権が交代すれば、このシナリオにも変化が訪れるかもしれません。とは言ってもフランスとの契約をなしにして日本ととは簡単にはいかないでしょう。世界的にどの国も同じですが、フランスも経済的に苦しいはずですから、オーストラリアが契約を破棄すればフランスにとっては大きな損失であり、経済的にも大きな打撃となることでしょう。日産、ルノーの問題もありますし、オーストラリアが日本と契約となったら黙ってはいないような気がします。でも、一番の問題は、フランス製の原子力潜水艦が未だに完成していないことなんですけどね。完成していれば、
オーストラリアの考えも違っていたでしょう。日本の技術が向上し、そう、竜型潜水艦が非常に進化しました。どの国でも一体どんなものなのかと興味を抱くのは当然のこと。でしょうし、潜水艦という巨額の投資をするわけですから、いいものを購入したいと思うのは当たり前のことですね。そう、竜型潜水艦の中でもトップクラスの有能さを誇る王竜潜水艦。その登場で防衛形態はガラッと180度変わるとも言われています。原潜並みに海底に潜んで敵を待ち伏せしたり攻撃する戦術も可能とも思われているのです。オーストラリアへの売り込みで中国の横槍以外で日本が落選した理由の一つに、技術の提供はせず日本で作ったものをそのまま引き渡すということが挙げられました。この点もオーストラリアは納得しなかった点です。やはりオーストラリアも将来的には自国で作りたいわけですから、素晴らしい技術を教えない日本と他の国を天秤にかけて迷ったのは事実でしょう。たかが潜水艦と言いますが、その潜水艦一隻で防衛力に大きな影響を与えることもあります。オーストラリアは防衛だけでなく攻撃も考えていたのでしょう。だからこそ技術提供を認めたらしいフランスを選びました。しかしこの3年全然進まないのですから、大きな痛手となっているはずです。翻って日本です。近年は潜水艦だけでなく護衛艦に関してもかなりの進化を見せ、様々な国に一歩先んじていると言われています。自国の防衛力も強めていくことでしょう。こうなったら他国の潜水艦を作っている暇など、ないと推測されます。オーストラリアもいいところだけを話す国だけでなく、弱点もきちんと話す国とも対話も必要だったのではないかと考えてしまいます。はっきり言って、日本の潜水艦は日本だけでしか作れませんということですね。